はい、こんにちは、速稼塾の久保です。普段ね、パパ活動画の方をご覧いただきましてありがとうございます。それからメッセージや、コメントの方でもね、いろいろと励ましていただいたりとか、あとはね、お悩みのこととかもご相談いただいて、私なりに答えさせていただいたんですけども、この度ね、もうちょっと濃い相談会をしようかと思います。私なんかがちょっとおこがましいかもしれませんけども、どうもね、家族との付き合い方とか、それから特に子育てですよね。忙しい暮らしの中で子育てにどうしても目がかけられない、手を抜いてしまう、つい怒ってね、感情的になってしまうみたいなことがあるみたいなんですけども、これね、私の立場からいろいろとね、回答できることがこれあるなと思いましたんで、これまで動画をご覧いただいているそんなにたくさんの方ではないと思いますけども、相談会をねしようかと思います。これ以前からご要望があったんでやらせていただこうと思いますけども、一応ね、これ無料ではありません。有料です。ワンクエッション3000円って言って、一つの質問に対して私が回答する、時間は関係なく、短いかもしれないし長いかもしれないですけども、一つのクエッションに対して3000円で回答しますんで、前金で入金をいただきたいことと、あとはね、1時間コースですよね。なんかいろいろ立て込んだ話にもなるかもしれませんので、これリアルタイムではありません。ご質問いただいて私が動画で回答を納品するという形になります。1時間2万円で受けしようかと思います。ちょっとこの金額は変えられませんので、お金をかけるまでもないなと思ったら、それはご自身で消化されたらいいと思います。私も特にね、ベテランというわけじゃないんですけども、まあ、なんと言いますかね、多分多くの人が解決できないことを解決してきてるんだろうなと思うんですよ。そういう意味では私のかけた時間やお金っていうのは、そのまま回収させていただくってことにね、させてもらいます。でもそのぐらいの価値はあると思いますよ。多分ね、なるほどなっていうことばかりだと思うんですよ。まあ、世の中ね、どのぐらい情報を取得してるかってことと、それをどのようにね、解釈していくかって、この2つで成り立ってますんでね。まあ、まさに情報化社会ですから、自分の思い込みを排除して、圧倒的な情報量と学習量で問題解決できると思います。特に、パパ活じゃないですけどね、子育てに関しましては、育児と保育がどのくらい頭に入っているかってことと、体験をどのくらいしたかってことと、ね、それから療育って言って、まあ、ちょっとね、精神のこととかですよね。あと児童心理とか、あとそれに関わる親の心理をどうやってコントロールしていくかってことによってできてますから、でこういったものをね、やっぱり学習しない限りは何をすればいいか分かんないってことになっちゃうんですよ。で、聞きかじりとか、それからちょっと検索して出てきたものをヒントにしちゃうとかっていうので、自分なりの教育からどんどん離れていってしまってね、誰かがやってることの単なる真似になってしまうわけなんですよ。それが非常に、危険かなと。要するに教育って取り戻しがつかないですからね。1歳の子供が2歳になりましたって言ったら、もうこれ1歳には戻りませんから、当たり前ですけど。で、10歳になったらもうね、10歳から戻らないわけですよ。で、その時にああしとけばよかったって、もうしなかったことが大きなダメージとなって結局帰ってきますんでね。だからやっぱりこう、子供の原因っていうのは親にありますからね。親以外の環境には子供はいけないんで、もっともっと先ですから、親の環境を離れて自分なりの人生を構築していくとかね、自分で責任を取れる人生を歩むっていうのは、とてもじゃないけども1歳2歳3歳5歳とかでは無理ですから、やっぱ少なくとも15とかね、20歳とかになってこないと、自分の活力で何かを得ていくとか、やったことの行動を自分で取るっていうのはまあ不可能ですからね。それから社会の誰もそれを期待してないんで、結局親にねじ込むってことになっちゃいますんで、そうするとね、親に知られたくないから、どんどん親から離れていくって現象も起きていくわけなんですよ。時間はつながってますんでね、つながってる一番最初の0歳1歳っていうのが、もう方向間違えちゃうと、それから取り返しがつかなくなっちゃいますんで、ぜひね、この相談会の機会を利用していただきたいと思います。お金や、それからビジネス、こういったもので一山当ててきた私からしか伝えられないことがね、あると思いますんで、平凡な人生ではないですからね。またこういったらね、一部の方反感持つかもしれませんけども、私の動画を見てくださっている方なら分かると思いますけども、月収20万とか30万の範囲で暮らしてる話をしようってわけじゃないですから、それこそ収入とか時間には無制限に取り組める人が、取り組める立場からどんな景色に見えていくのかってことを紐解いていきますんで、おそらく周りの親、親戚、兄弟、職場の上司、部下では見えないようなところからの私のアドバイスになると思います。ご期待ください。